お前がジョルノ・ジョバーナか。あんた誰です？涙目のルカが空港の外れにぶっ倒れてた。誰がやったのか調べた。空港の警備員に聞いたら、お前がそこにいたことを教えてくれた。ルカはギャングなんだぞ。やつのボスは自分の顔に泥を塗られたと思って怒っている。俺ね、人が本当のことを言ってるかどうかを汗とかで見分けるんだ。汗の味を舐めればもっと確実にわかるから。お前に質問する。空港で涙目のルカに会わなかったかい？いいえ、知りません。涙目のルカなんて人は。汗をかかないね。よし、信じよう。ところで、その手の中のものは何だい？なんだこれは。ルカの右目だぜ。汗をかいた。どうせ意識がねえんだから持ってきたんだ。この味は嘘をついている味だぜ、ジョルノ・ジョバーナ。手を握っていたのに、奴も同じような能力を。俺の名はブローノ・ブチャラティ。答えろよ。質問はすでに拷問に変わっているんだぜ。ジョバーナの能力か。あなた覚悟してきてる人ですよね。人を始末しようとするってことは、逆に始末されるかもしれないという危険を常に覚悟してきてる人ってわけですよね。こいつ良いやる気だ。マジだ。構造のくせにこの俺を始末しようとしている。嘘は言っていない。皮膚と汗だ。こいつにはやると言ったらやる凄みがある。犯人を生かして連れてこいとは言われていない。ここでやり合ってもいいが、お前のこの異常な能力に触れる危険はもう懲りんだ。少し離れよう。一旦距離を置いてから貴様を始末させてもらおう。
つ車体の壁にジッパーをつけ自分の体を中に入れてるぞ。硬い壁をも通過している。まずいぞ、奴をケーブルカーの外に出したのはまずい。しかもボチャラティに僕のことを仲間に喋られたら収拾つかなくなる。今絶対に奴を阻止しなくてはいけない。僕の未来のために。あんたを逃すことはできない。その点に関しては僕は必死だ。奴のチップはまさか人間の中にも入れるのか。ドイツだ。ドイツに隠れているのだ。行け。さっきへし折ったブチャレティの歯に生命を与え、肺として生まれ変わらせた。肺は奴のところへ帰っていき、見分けがつくってわけだ。相当侮ってはいかない。始末させてもらうぞ、ジョルノ・ジョバーナ。生まれる生命、生まれろ新しい命よ。これは前お前が心配することは、ジッパーでバラバラにされた後のことだ。何をやっている、ジョルノ・ジョバーナ。なぜ俺への攻撃をやめる。なぜとどめを刺さない。あんたがいい人だからな。ギャングだけどいい人だ。あんたは薬をやっているこの少年を見てショックを受けて一瞬攻撃をやめた。ですよね。あんたがショックを感じずためらわない人なら、僕は今頃バラバラになって地面に散らばっていた。だから攻撃するのはやめにしたんです。薬を売る奴は許さないと。あんたはそう思っている。そして彼に薬を売っているのはあんたのとこのボスだ。そこにあんたは矛盾を感じている。だからあんたは彼を見て心を痛ませたんだ。だとしたらどうだと言うんだ。お前が勝手に攻撃をやめたからといって俺がお前を殺すってことには変わりはないんだぜ。いや、あんたはもう僕を殺したりはしませんね。なぜならあんたは僕の仲間になるからだ。僕はあんたのボスを倒してこの町を乗っ取るつもりでいる。なんだって。
薬を流すようなギャングを消し去るには自らギャングにならなくちゃいけないってことさ。もう一度聞く。本気で俺たちの組織に入団するというんだ。ええ、この町を乗っ取るには町を支配する組織に入ってのし上がっていくしかない。僕はギャングスターになります。いいだろう。ルカをやった犯人は探せなかったことにし、お前が組織に入団できるように紹介しよう。お前の気高き覚悟と黄金のような夢にかけよう、ジョルノ・ジョバーナ。この炎、まさかポルポのスタンド能力では。もしそうだとしても僕には夢がある。その夢の第一歩のため、何としてもこの炎を守らなくては。おっと、危ない。すまんの、ご覧の通り階段掃除をしとったんじゃ。しぶきだけで水がかからなくてよかった。なんてことだ、まずいぞ。まだ1時間しか経ってないのに炎が。なんてことだ。炎がどうしたかの。まさかそのライターつかなくなったかの。おお、すごい明るいんでびっくりしたが、あ、でも何も問題はないようじゃがのの。おかしい、再点火できるなんて絶対におかしい。再点火できたらテストの意味なんて何もない。この魂、選ばれるべきものではなかった。何？死んでいる。お前も再点火したな。チャンスをやろう。向かうべき二つの道を、一つは生きて選ばれる者への道、もう一つはさもなくば死への道。こいつがポルポのスタンド。やっぱり影の中だ。こいつは鳥だ。飛行する鳥の影を利用して影から影へ移動してきた。惜しい、近くに影があったから逃げられた。しかしやはり奴は日光の中に来るとダメージを受けるのは分かった。完璧に影から引きずり出せば勝てる可能性があるようだ。ゆっくりと
味わいな、日光浴を。たったそれ一つだけだ、お前の行くべき道は。とはいえ、どうしたものか。組織に入団できるのだろうか。困るのだ。とりあえず明日このライターをポルポのところへ持っていくしかないか。最初に言った通り、お前はもう終わっているんだ。おい、なにたまげてんだよ。ここだ、ここだ。ハッタ、ハッタ、くれ、ハッタ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 、のこと。これ好きのこと、俺の覚悟の勝利だ。これ好きのこと、だらねえことやりやがって。一人ずつ死んでもらうぞ。あんたは果たして滅びずに何を。これ好きのこと。あんたは果たして滅びずにいられるのか。エネルギー。
点は静止の世界。あんたは果たして滅びずにいられるのかな。こいつ、ね、デッドリーウィープ頂点音は全てのためだ。どちらだ。滅びずにいられるのかな。真実から出た誠の行動は決して滅びはしない。あんたは果たして滅びずにいられるのかな。そういや、僕もピッツァが食べたいな。故郷ネアポリスに帰ってきた。シンプルなマルガリータ。頂点音は全てを食べる。どうした。お前はこのまま寒さを感じる間もなく凍りつく。滅びずにいられるのかな。どうしたらすんだよ。何かわからないか。この感覚、僕からもっと何かが生まれそうだ。こいつがむしゃらにドイツの地球を使われた。ねえ、追っかけなさすぎてきた。どうされに来たんだ。オールドエクスペリエンス。どちらだ。あんたは果たして。君のこの手は僕を攻撃するのは自分の身を守ることに使うことがある。どうした。どうした。
真実から出た誠の行動は決して滅びはしない。ミスター、ヘリに集中しろ。絶対に逃がしてはならない。この男は俺が相手をする。ダメだ、ブチャラティ。すでに遠すぎる。弾丸の射程距離から離れていく。いや、ミスター。撃ってみなければわからない。ダメだ。俺のピストルズの射程距離では、やはりヘリまで届いてねえ。弾は命中した。ミスター、見てください。これは。ヘリを追うぞ。これから二人でヘリの男を始末する。神の殺戮がコーチ城に行く前にやらなくてはならない。ブチャラティ、地中の男を任せていいんですね。行け、ジョルノ。走るんだ、ミスター。よし、行くぞ、ジョルノ。成長においても最も大切なこと。今からいろんな人体実験をしといてよかったと思ったことはないぞ。覚悟のあるものだけだ。あんたは、滅びずにいられるのだ。
誠の行動は決して滅びはしない。人というのは成功や勝利よりも失敗から学ぶことが多い。あんたは果たして滅びずにいられるのかな。こいつの攻撃をこれ以上受けるのはまずい。あとは任せたぞ、ジョルノ。気にするな。みんなによろしくと言っておいてくれ。俺はそうなるべきだったところに戻るだけなんだ。元に戻るだけ。ただ元に。ブチャラティ、やったぜ。さすがブチャラティだ。かなり際どかったが、これでみんな助かるぜ。ジョルノが矢を掴んでいる。レクイエムの次に矢を支配するのはジョルノだ。ゴールドエクスペリエンス。これはバカだ。矢がこいつに吸い付いて、やばい。とどめだ、ジョルノ・ジョバーナ。レクイエムだ。あれはジョルノのレクイエム。ゴールドエクスペリエンスレクイエムは矢のパワーの先にいたわ。真実から出た真の行動は決して滅びはしない。そしてお前の行動が真実から出たものなのか、それとも上っ面だけの邪悪から出たものなのか、あんたは滅びずにいられるのかな、ボス。矢を支配するのはこのディアボロだ。お前には死んだことを後悔する時間をも与えん。なるな、ジョルノ・ジョバーナ。命はもらった。死んだことを後悔する時間をも与えん。オルメツネ。あんたは果たしてどうして滅びずにいられるのかな。どうして。いい気になるな、ジョルノ・ジョバーナ。お前には死んだことを後悔する時間を与えん。真実から出た誠の行動は決して滅びはしない。どうした。どうした。私を本気で怒らせた。どうした。命はもらった。イングリムゾン、エッグ。
こんなことこのディアボロが敗北するわけか。お前はどこへも向かうことはない。特に真実に到達することは決して。このガキが！やったぞ！ついに。一体何をやったのか俺にはよく見えなかったし分からなかったが、とにかくボスのキングクリムゾンをついに倒した。でもちょっと待って、どこかに浮かんできてる。あいつの死体は？確認しないと発信できない。いや、探す必要はない。全てはもう終わっている。奴はもうどこへも向かうことはない。特に奴が真実に到達することは決して。無限に終わりのないのが終わり、それがゴールドエクスペリエンスレクイエム。想像を絶する苦痛は夢にしては。おいこら、え、何なんだこれは。さっきから変だ。まさかこれはあのゴールドエクスペリエンスレクイエムの。うずくまっておじちゃん、お腹痛いの？俺は何回死ぬんだ。次はどこから、
いつ襲ってくるんだ。俺は俺のそばに近寄るな。We finally done it, right? Victory belongs to us? At last? Hey, let's get our butts back to the Colosseum. Bucciolati's soul may be back in his body, but he's still injured. He's probably there, lying on the floor, wondering what's become of us. Hey, Giorno, let's go. We're heading back to the Colosseum. Let's get Bucciolati healed up and head towards home. Yeah, sounds good. I'll be right there. That'll do, Giorno. Don't worry about it, Giorno. The fact that we've reached this point means complete victory. Now everything will be fine. Fate is a sleeping slave. We've managed to set it free. That is victory. Mister, Giorno, don't leave me here. If you forget about me, I don't know how long it'd take just to get from here to the Colosseum. Whoa, is that you, Polnareff? You're alive? But if the soul switching's been cancelled, then your soul and the turtle should've... My body has already died, but I managed to cling on to the inside of this turtle. I've decided to live inside it as a ghost for a while. Well, ain't that something. Anyway, I'm happy you're alright, Polnareff. But it's not over yet. We're going to heal Bucciolati back at the Colosseum. Bucciolati? I believe I saw his soul rising up to the sky. I see. They don't know then? That which we have inherited from the Fallen must be carried onwards. I shall not destroy the arrow. Store the arrow inside the turtle. That'll be fine, Giorno. That is the duty of the survivors. Now, to the Colosseum then?